イデリ、あなた、やっぱりもう力が。星の意志として、未来の番人として、この一戦をきちんとやり遂げるだけの力は残してありました。だから大丈夫。あなたたちは正しく試され、正しく打ち勝ったわ。本題に入る前に、一つ教えてもらえるかしら。あなたが世界を14に分割した理由、それはもしやエーテルが薄弱な生物の方がユナミスに干渉しやすいからではなくて、あなたは一度終末に打ちのめされた人類が今度こそ絶望を受け止められるようになることを願った、信じた。それが遂げられた時、ユナミス渦巻く天の果てへと終末を止めに行けるように世界ごと命を作り変えたのでは。さて、私の行いはどうあれ人に課した試練、多くを破壊し多くを苦しめた。優しさや正当性で語られてはならないものです。それに事実、ゾディアークはとても強かった。星を巻き込むくらいの全力でいかないとどうにもなりませんでした。大切なのは私が何をしたかではなく、あなたたちが今私を乗り越えたということです。だから逃げずに立ち向かう方法を、すべての命運をその手に託します。そこには私が割り出したメーティオンの軌跡が記録されています。天を航行する術を学んだレポリットたちならば、向かうべき座標を割り出し案内してくれることでしょう。しかし、私たちは実際にそこへ到達できるのだろうか。天の果てというくらいだ。月に行くよりずっと困難だろう。メーティオンのようにデュナミスを使って飛ぶわけにもいかないだろうし。エーテルを動力とする場合、目的地に到達するために必要な量は並大抵のものではありません。ですが、あなたたちはすでに解決法を目の当たりにしているはずですよ。まさか。ええ、そのまさかです。私は星の意志となって以来、この場に満ちるエーテルを少しずつ結晶にしてきた。ここへ精神をつなげた超える力の持ち主たちは必ずそれを見たでしょう。そして姿を現さない私に代わり、それを星の意志の象徴として捉えたのです。マザークリスタル、この星が蓄えてきた反撃の切り札、あなたたちを天の果てへと運ぶ力です。けれど、私が手を貸せるのはそこまで。行った先で待ち受ける絶望の闇の中は、
あなたたち自身の力で進んでもらわねばなりません。だから必ず覚えていてください。誰かの喜びが誰かの悲しみであるのなら、あらゆる人が絶望する中で、あなた一人が希望を抱くこともあるのだと。最後にもう一つだけ、あなたへ。どうか近くまで来てもらえませんか。今日までの長い時間、星の未来をつなぐ方法を探してきました。幾度となく窮地に陥った時、あなたから聞いた冒険の話やあなたとの約束がどれだけ私に勇気をくれたことか。世界が変わっても、そこに何かを求めて旅をする者がいる。別の歴史だったとしても、未来のために戦う者がいる。ただそれだけで、私は何度だって人を信じ直すことができたのです。ありがとう。ささやかですが、心を込めてお礼をさせてください。アゼムの術が込められたクリスタルを持っていますね。私ハイデリンを司る力は停滞、沈静、平穏、つまりは存在を固定するものです。その力をアゼムの術式に組み込むことによって、数度限りではありますが、姿なきものを呼び形を与えることができるでしょう。正解の道すがら、あなたに応えた魂のように、肉体なきものでさえ呼び寄せられるかもしれません。けれど、アゼムの術はあくまで使う人の願いに応じるもの。望みを持っていてこそ力を発揮します。自分でさえ結末を思い描けなくなった時、先を開いてくれるのはその術で呼ばないものだ。術の元の持ち主はそう言っていた。託せるものは今度こそこれで全て。お願い、どうか約束を。あらゆる時代をこう積み重ねてきた人の答えを、私たちは終わるものかと終焉を歌う者に叩きつけて。私は。
と思う。